おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはオレンジラッキーナンバーは9です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。ビッグカンファーツリータロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。カップの6の正位置が出ました。懐かしさが胸に満たす。昔の楽しい思い出を振り返ってみてください。子供時代に夢中になっていたことが、今のあなた様を輝かせるヒントになります。温かで優しい記憶が胸を満たします。童心に帰り精神を癒そうとしている暗示とも取れます。言葉にできないほどの悲しみや苦しみ、心が壊れてしまうような思いがしても、あなた様の心の純粋さは失われてません。辛い現実から逃げるように、幸せだった過去の記憶が呼び覚まされるでしょう。幼い頃の将来の夢、周りの大人から褒められた体験などを思い出してみてください。子供時代に夢中になっていたことが、今のあなた様を輝かせるヒントになる可能性があります。過去を振り返ることで、今のあなた様に必要なものが見つかりそうな予感です。仕事を始めて間もない頃の気持ちを思い出してください。過去のあなた様は、たくさんの期待を胸に抱いていたはずです。あの頃の気持ちを思い出すことで、仕事へのモチベーションはぐっと上がるでしょう。旧友と再び関係を築くケースが増えそうです。環境の変化などで疎遠になってしまった人たちと、縁が生まれる可能性もあります。思い出話に花を咲かせることで、楽しい時間を過ごすことができそうです。古い友人から連絡があれば、気軽に応じてみてください。カップの6の正位置の意味は繊細さ、デリケートな感受性、純粋な心、郷愁。家族や兄弟愛、死後、愛着、憧れ、原点回帰、癒しのひととき、再出発。2枚目めくっていきます。女帝の正位置が出ました。豊かな実りを存分に享受する。あなたの包容力や優しく思いやりのある態度、輝く美しさは、周囲の人を自然と引きつけ、愛されるでしょう。穏やかで安らぎに満ちた関係性を築いていけそうです。すべてを受容し包み込む母のように、あなた様を励ましに守られています。あらゆる豊かさを存分に受け取り、味わうこと、愛し愛される関係性、すべてを魅了する美しさ、十分な実りとお金。決してガツガツすることなく、それらを当たり前のものとして自然体で受け止めることができる展開が訪れます。あなた様が過去に蒔いた種が、間もなく実りをもたらし、豊穣の時を迎えます。諦めそうになりながらも、抱き続けてきた夢や目標、未来を信じて取り組み続けてきたことは、必ずや報われるでしょう。
今はまだ手応えがなくて、一抹の不安があったとしても案ずることはありません。物質的な豊かさや収穫、富と繁栄を約束します。内なるものが外にも現れること、心の豊かさこそが、真の豊かさへの道です。あなた様の心の内側に宿る、心の豊かさに気づいてください。強い自己信頼と深い愛によって、状況が改善されます。愛する人との大切な関わり、あなた様を取り巻く環境は、穏やかで愛に満ちたものとなるでしょう。女帝の聖域の意味は愛し合う関係、思いやりで愛を育む、充実。母性的な愛、包容力のある人、リラックス、利益を生む、まとまりのある快適な職場。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。